もよ奇跡を起こせ。さあどの戦いを海の底での激しい戦は負けることはない。私は信じています。強大なコスモの気配を感じて、自らの守る北大西洋の柱から動かないカノン。しかしそこで耳にしたのは、ソレントが守る南大西洋の柱が崩れ去る音だった。残りのブロンズどものコスモがポセイドン神殿へ向かっている。よせ、これ以上ポセイドンを刺激するな。ジュリアンの体内に眠るポセイドンが目覚めてしまう。それでは俺の野望が。それは面白いことを聞いた。マリーナであるお前が恐れるとは一体どういうことなのか教えてもらおうか。シードラゴン、いやジェミニのカノンよ。先ほどから立ち込めていたこの強大なコスモの気配はお前だったのか。フェニックス一騎。フェニックス幻魔鬼、聞かせてもらうぞ。ポセイドンの秘密をお前の頭脳に直接な。アテナを、先頃降臨なされたアテナを殺せだと。アテナだけじゃない、アイオロスを次期教皇に選んだ間抜けな教皇も殺してしまえと言ってるんだ。兄さん、いい加減正直になったらどうだ。確かに幼い頃から兄さんは心優しい神のような心の持ち主として育ってきた。だが俺は知っているぞ、兄さんの心に俺と同じ悪が眠っていることを。黙れ。お前のような悪魔を放っておくわけにはいかん。この兄の手でスニオン岬のイバローに幽閉してくれる。サガによってスニオン岬のイワローに幽閉された俺は、そこで幾度も視線をさまよった。その度にどこからか暖かく安らぎに満ちたコスモを感じて命を救われたのだが、そして俺はそのイワローの奥でポセイドンの三つ股の矛を見つけたのだ。さらに矛に導かれてこの神殿にたどり着いた俺は、アテナの壺からポセイドンの魂を目覚めさせた。だがポセイドンの魂はジュリアン・ソロの体内に宿り、再び眠りについた。これはまさしくこのカノンに与えられた好機。ポセイドンを永遠に眠らせたまま、神の名のもとに集まったマギーナたちを束ねて、このカノンが全てを支配する神となるのだ。そうはいかんぞ、カノン。お前は、サガ。ポセイドンをうまく手玉に取ったつもりだろうが、神を欺いた大罪は決してお前を許してはおかん。ただひたすら、アテナのために。己サガ。この偽善者め。ファイト。サガ、なぜお前がここに。もしもしの偽善者。カノン、神に代わってお前に制裁を与えるため。俺はいつもお前の耳元にささやいてやる。悪魔の誘惑を。お前の正体こそ悪なのだ。ガンマ。サガイ、お前のような奴を偽善者というのだ。いつまでも悪の心を高まってもすると思うな。口をすぐめ、カノン。
なぜ同じ境遇に育ちたの？お前は悪に染まったの？同じ境遇？それは違うぞ、サガ。俺には兄がいる。いつも光る。俺を影に追いやる兄がな。力のある者が欲しいものを手に入れてどこが悪い？そんなことも忘れないのか。与えられた力だから、これほど人に与えて返す。オーレンファイアンデル、他者のために使うべきなのか。この仮面の敵ではない。その程度見ていろ、サガよ。この仮面様、大地と海の神となるのだ。ウィナー、お前はこの兄にまだ遠く及ばぬ。サガが一気に。今のは全て幻覚だったのか。これで全てがはっきりしたぜ。いわばお前たちは兄弟揃って神になり損なったというわけだ。ジェネラルをことごとく攻め落とされ、眠っていたポセイドンも目覚めようとしている。お前の野望は今や風前の灯火よ。何？全て聞かせていただきました、シードラゴン。いや、ジェミニのカノンよ。あなたの野望も終わりですね。セイレン坊や、ライブラのクロスを。何をするつもりだ。もちろん最後に残った柱を破壊するのです。この戦いがポセイドン様の意志ではなく、あなたの企てだと分かった以上、全ては無意味だ。よく言った、セイレン。よせ、フェニックス。じゃあ、あとは任せろ、キキ。お前は先にポセイドン神殿に行け。カノイ、お前にはまだ聞くことがある。アテナの壺はどこだ。何？ポセイドンを封印するにはもう一度アテナの壺に魂を閉じ込めるしかあるまい。さあ言え、カノン。アテナの壺はどこだ。どこからでもかかってこい。一瞬のうち。はい、と。俺の長年の野望をめちゃくちゃにしたお前らは絶対に許さぬ。常にお前の命だけでももらっておくぞ。できると思うか。これほどとそんなに安くはないぞ。ほら、どうした。お前らのせいだ。お前らさえいなければ、オールデンファイアンデル、大地と海を攻める神となれた者を。アテナの剣だ。あなたを見逃しておくと思うほど。お前には過ぎた野望だったのだ、カノン。確かにお前たちのこと、このカノンにとって大きな誤算だ。だが、このカノンの敵ではない。落ちろ、時の狭間に。オールデントライアングル。邪魔だ。どうした。立て、フェニックス。この程度では俺の気は済まんぞ。アテナの壺を得たのは。お前はアテナに大きな借りがあるのだと。借りだ。この程度のコスモに覚えがないとは言わずに、スニオン岬を見張ろうと。オーラどうした。お前は美しいコスモ。これほどとは。ウィナー、俺にはアテナがついているんでな。何もかも捨てたはずが、これでは。
そんなにアテナの壺のありかが知りたければ教えてやろう。アテナの壺はメインブレードウィナーの中だ。何だと？あそこにあれば何人も手に触れることはできん。アテナともども未来永劫を眠り続けるのだ。どこへ行く、フェニックス。逃げる気か、貴様。カム、お前はもはや戦うにも値しない男よ。何を。待て、一騎。カノン、本来ならあなたをこのまま生かしておくことはできない。神を欺いたばかりか。清らかなる世の訪れることを信じて集った同志まで、その罪死してなおあまりある。だがアテナに、彼女の歌に感じた恐れ、自分の身を犠牲にしてまで人々を守ろうとする彼女の大いなる愛、それを汚すわけにはいくまい。アテナのコスモはあなたをも守ろうとしているのだからな。それもわからないならカノン、確かにあなたは殺すにも戦うにも値しない男だ。